あやくん、夏だね。夏っすね。夏って言ったら、ナンバだよね。ナンバっすね。はい、トヨタマクチュアデザインの古川です。皆さん、ナンバってご存知ですか？覚えてます？2000年代の、うわ、すっごい蚊がいるな。2000年代の頭ぐらいに、陸上競技なんかですごく話題になった体の使い方なんですよね。ナンバっていうのは、日本古来の体の使い方だって言われてるんですよね。私たちいつも、こうやって手足は交互にね、こう出るじゃないですか。なんだけれども、ナンバではですね、手足を、まあ、ある意味、同速で出していくっていうような動き方をするんですよね。で、それってのは、こう動いてるかっていうと、そうじゃないんですよ。鍵を握っているのは、この前腕の動きです。ね。この前腕を内に返す、外に返すの動きから、肩甲骨、胸郭、骨盤、股関節が連動していくんですね。で、その連動のさせ方で、力学的に非常に有利な、骨格の使い方であったり、筋膜の物理特性として非常に有利な、使い方というものを、集約して炙り出すことができるわけですね。今2つお話をしたんですよね。骨格を上手に使う、ね、効率的に骨格を使うっていうパターンと、筋膜を効率的にバネとして使う。で、この二つ、実は2種類のナンバがあるって考えてます。私がナンバに出会ったのは、身体障害者陸上連盟の、短距離のですね、強化委員の方、コーチさんがですね、治療に来てくれてたんですよ。で、その時にこう山ほど雑誌とか本持ってきて、先生、ナンバって何ですかって、これ読んで教えてくださいって持ってきたんですよね。で、そこから、まあ、どういうものなのかなって読み解いて、で、実際自分でもこう動いてみて、あ、こんな利点があるなと、まとめたっていう感じなんですけども、ただね、当時は、骨格が連動して動くっていうことぐらいまでしか分かんなかったんですね。で、近年になって、骨格の動きがどのように力を倍加していくのか、そのためのナンバーっていうものと、筋膜をどのようにバネとして運動に、組み込んでいけばいいのか、そのためのナンバーっていうのがあることに気がついたんですね。で、今回はですね、そのナンバー、をですね、世界を股にかけて、今まさに飛び立たん、羽ばたかんとしているですね、サッカー少年にですね、お伝えして、彼のパフォーマンスをぐんと上げてやろうと、ね、そんな企画でございます。はい、ではですね、世界を股にかけるサッカー少年、早くどうぞ。すいません。お願いします。はやくんです。はやです。うちのチャンネル出てくるの、これで2回目なんです。2回目ですね。ね。はい。あの時いつだっけ？中学校。お2、3年生じゃなかったですか？あ、そうだっけ、はい、そっか。もうだいぶ。今いくつ？今、18歳で、高3の年です。3年生の年。もう18歳。日本だったらもう成人ですよ。ね。じゃあ、お酒はまだだね。まだですね。ね、あと2年。残念。はい。残念だ。それで、ちょっと自己紹介をしていただきます。はいです。スペインで、一応、サッカーをしていて、留学していて、ポジションはサイドバックでいて、これぐらいです。オッケー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 。ありがとうございます。はい。ね、今ね、ちょっとビザの関係で、あれは就労ビザになるのか？ワーキングホリデー。ワーホリになるんだ。はい、お、なんかあれだね、サッカー留学考えてる人たちにとって、お、ワーホリなんだか、みたいになるかもしれないね。はいはい、そのビザの関係で、ちょっと日本に戻ってきてくれてるんですね。で、ちょっとね、せっかくだから、協力してくださいっていうことです。はい、さ、サッカーで、はい、必要な能力って、どんな能力かな？アジリティですね。お、魔法の言葉。はい、ざっくり。アジリティ。なるほど、なるほど、なるほど。機敏性だ、敏捷性だ、ね。なるほどね。はい、シチュエーションとしては、どんなシチュエーションがあるかね。やっぱり、自分のポジションだと、サイドバックなんで、うんうんうん、やっぱ、守備にも攻撃にも参加しないといけないっていう、まあ、守備が前提で攻撃にも参加するっていうのが、うん、やっぱサイドバックとしての、まあ、宿命なんで、やっぱその時に、やっぱ、攻撃と
守備がこう入れ替わりが激しいんで、ああじゃあもう行ったり来たり、そうですね、やっぱ切り返しの動きがすごい重要になってくるんで、あれからもうボールがポーンっていったらもうそこにバッて行かなきゃいけないっていうと、はい、ダッシュだったら何メーターぐらいがいいのかな。基本的には10メーターぐらい。あ、10メーター。そうですね、まあ、距離に短い、はい、あ、そうなんだ。ほんと長い時もあるんですけど、日本は10メーター単位で。なるほどね。そういう練習もするの。10メーターダッシュやりますね。あ、そうなんだ。ダッシュみたいな結構往復で、はい、あ、なるほどね。なるほど。ビビンに切り返すというと、まあ相手がいて、そうこう動いていくとかっていうのも、はい、だよね、はい。なるほどね。じゃあその2つを難波で。難波で。難波で、はい、グレードアップしていきたいなと思います。はい、世界の早くになっちゃう。いやいやいや、ね、はい。頑張ります。世界の早くになったらやっとく。もちろん。ということですね、まずいきなりやれって言ったってあれなんで、難波の解説ですね。難波に2種類あると思います。まず一つ、オーソドックスなタイプっていうのは、例えばこう足踏みがあるとしたら、上げる足こっちで、反対側の手を内旋、こちら上げる側の手は外旋ですね。こういうパターンで動いていくってな感じですね。で、単純に手だけこうやって動かしてるっていうんじゃなくて、手が返ってくる。で、この動作で肩甲骨がお辞儀してきますね。そうすると胸も一緒に回ってくるんですよ。で、この動作で一緒に体幹部もこう力が入るでしょ？と、骨盤部もこうやってねじれてくるんです。もう一つ、手の筋膜としては、こう、内に返して握るっていうと、手の屈筋から大胸筋まで働くんですよね。そうすると、ここから腹直筋通って、こっちの内転筋に、緊張が走るんですよ。ここは全部繋がって動くって感じかな。で、この内転筋って、足を閉じるっていうイメージが強いじゃないですか。内転筋だからね。その通りなんだけど、内転筋は股関節をパッと60度まで曲げる筋肉なんですよね。で、骨盤の付け根から膝の近くまでついてるから、用意どんで引っ張るときに、まあ、長い棒だったら、あ、棒持ってきた。これね、ここ。根元を持って引っ張るのは重いでしょ？だけど、根元から遠いところまで繋がってる筋肉だと、こうやって上げることになるじゃないですか。こっちで引っ張るよりも、こっちで引っ張った方が足軽いでしょ？だから、こっからここまで繋がってる筋肉をパッと初動で使えた方が、足を上げるのに有利だと思いません？はい、ここでですね、もう一つ、説明を付け加えたいと思います。右のですね、前腕の屈筋、それから海内筋、手を内側にねじる海内作用を持った筋肉たちの緊張が強いと、右の側腹の緊張も、右の股関節の外転筋の緊張も強くなります。これはね、治療上よく見るケースなんですね。前腕の屈筋の、緊張が強いと、同じ側の側腹、とりわけですね、外腹斜筋なんかの緊張が強くなっています。だから体はですね、右方向への回旋と左方向への側屈が制限されているんですね。で、合わせてこの動きでは、股関節はなんと伸展外転するんですね。そこを考えると、筋膜的にも股関節の外転と伸展の作用を持っている大臀筋の上部線、こことの連携が強く出ると考えています。ということは、左の股関節を引き上げるだけではなくて、そこで体がスッと左に沈み込む動きに合わせて、右の股関節を開きながら伸展させながら、その左への重心の移動を加速させる要素も右手一本で、持っているというふうに考えられるんですね。ということで、この返し、こっちの足が引き上がってくる。もう一つ、こちらの手の返し、肩甲骨が後ろに倒れてくる。胸もねじれてくる。そうすると骨盤もこちら側、斜めに緊張が走っていって、こっちの骨盤はギュッと足を押し出す側に回ってくれるんですよ。で、筋肉としてはちょっとややこしいんだけど、こちらの手を返すと極下筋が働いてきます。で、極下筋はですね、肩甲骨の内側から菱形筋、ちょっと絵出しますけどね。で、そこから盤状筋、そこから起立筋、ここ。で、ハムストリングスからふくらはぎまでつながるんです。ってことは、こうやって返すと、こっち側がビシッと働いてくれるんですよ。両方合わせると、
パッ、体を押し出すのに使われるんですよね。いいですか？これ、なかなか長かったですよね。ちょっとこう手を返すと、こちらの足の支えがなくなるでしょ？そうすると、こっちの支えだけになるから、体って倒れてくるんですよ。斜め前に倒れてくるんですよ。で、そうすると、動き出しに力いらないじゃないですか。ね。重力に任せて体が倒れる。まずこれが、スマートなスタートとしては重要な要素になります。で、そこに対して、こちらの足で、ぐっと地面を押し出すと、加速されていくんですね。いいですか？その繰り返しをすると、体から発せられる力というものを地面によりパワフルに伝えることができるんですよ。で、しかもね、この後ろ側のハムストリングスが働く。で、それがね、体を加速させるのにめちゃめちゃ大事なポイントになるんです。僕らの股関節って、ここまでまっすぐ伸びる。以上に伸びるじゃないですか。でも、体をぐんと進めようと思った時に、ペコってここにくの字になっちゃったら、地面を蹴る力がここで相殺されちゃうじゃないですか。できれば、バン！こうやって地面と体幹を一直線にしたいんです。ウェイトリフティングなんかでも一緒なんですよね。これがこうなっちゃうと、うまいこと浮いてこないんです、バーベルが。蹴る瞬間は、ここ、まっすぐ。で、その時に働くのが、ハムストリングスなんですよ。大殿筋をよりメインに使っちゃうと、この体幹と、ももの角度が、こうやって、割り切っちゃう。力がこっちに逃げて、上に流れてこないんです。走り出しどうですかね？よーい、ドン！やったら力出ない。よーい、ドン！まっすぐ。この押し出しっていうのが重要だと思いません？さらに、ちょっと長いけど付き合ってね。この股関節が伸びるとき、ね。こっから股関節がこう伸びるとき。このときに、トグルメカニクスっていうセコみたいな、倍力機構が働くんですよ。ですか？足をこう振るっていう力を1として考えてください。この1の力が、ここを下に動くんではなくて、このももと体幹の2つの棒が、一本の辺に収まる。こういう動き方をすると、こっからこういう動き方をすると、なんとですね、最後の30度あたりから押し出す力がバイ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 って大きくなるんですよ。最後の5度に至っちゃ、なんと12倍近くなるんですよ。だから足をこう振るよりも、まっすぐに揃える方が、より地面を押す力っていうのは強くなるんですね。これを無意識に引き出してくれるのがナンバなんですよ。長くなっちゃってごめんね。だけれども、これ飲み込んでもらえると、多分ナンバもう一回やってみようかなって人増えると思うんだよね。だからこれはある意味骨格を上手に使う。ね、力のナンバだと思います。使いどころは坂道を登るとか、こっからスタートでバーッと走るとか、そんな時。もう一つはバーッと走ってて急カーブするような時なんかにも使えます。ね。だから強い力をグッとこう発揮する。自分の体の、移動というものを急発進させる。ゼロからマックスまで、いきなり動かす。そういった、シチュエーションで役に立つナンバーですね。で、もう一つあるんだけれども、もう一つは、こっから足を振る動きに対して、前腕が外、ね。こっちを振り出すんだとしたら、こちらの反対の手は外旋。で、反対の手は内旋。こういう形になりますね。さっきはこう。今度はこう。ね。で、このパターンだと、手をこう返したときに、さっきは内転筋を引っ張ったんだけれども、今度は骨盤の根元を回転させるのに有利なんですよ。手の返しで極下筋が働いて、その動きの中で今度は前鋸筋が働いてきます。前鋸筋から外腹斜筋、内腹斜筋通って繋がったのが寛骨、骨盤の羽です。これをパッと立てる方向に動かすのが足の回転の初動になるんですよ。いいですかね。で、この回転と、今度はこちらは内に返してくるじゃないですか。この内に返した時には、広背筋から大殿筋までが働いて、今度は股関節をぐんと押し出すんですね。それと動きとしては、前に滑り出すような、もう一回、前に滑り出すような動きになるんです。さっきはここから突き刺すような動きだけれども、今度は下から上に。力戦としては、地面からの返ってくる小反力、床反力を上手に上半身に伝えるための
ナンバーだということになります。このタイプのナンバーはですね、どっちかというとトップスピードに入った時に、その回転を維持するために使われています。こう足がついた時に、地面から返ってくる反力をぎゅーっとブレーキとして受け止めてくる。で、この時に肩甲骨後ろに倒れて胸もこうやって腫れてますよね。足が地面についたら、地面から返ってくる力でこう負けようとするんですよ。これジャックナイフって言うんだけど、その時にこうではなくて、こう返ってることで、後ろ側の筋膜で、このジャックナイフの力を受け止めることができるんです。するとどうなりますかね？筋膜がバネのようにぎゅーっと力を貯めるんですよ。次の一歩で返したら、なんと、その床からの反力で体が前に進むんですよ。こういう動き方っていうのは、実は皆さん普段の歩行で使ってます。歩くときにこうやって背が出てるんだけれども、実は使われてる筋肉は、この表に出た動きの真逆なんですね。足を振り出すときには逆に後ろに引くための筋肉たちがブレーキとして働いて、そこから溜め込んだ張力で次の一歩が出ている。そんな感じですね。股関節の伸び具合も腸腰筋が引き伸ばされてまたバネになって前に。そんな動き方をしています。なので、外旋で足を振り出すパターンの場合には、強く使われているのは筋膜群ということになりますね。さっきの内旋は骨、骨格を上手に使って力を出してきましたけれども、今度は移動した、運動したエネルギーを筋膜で受け止めてバネのようにやり取りをする、循環をさせる。そんな特徴があるのが外旋のパターンということになります。で、こちらはですね、どっちかというと、下り坂だったりとか、急ブレーキを踏むときとか、そんなときに使われやすい。もう一つはですね、社交ダンスですね。社交ダンスなんかは男性のパート、女性を上に引き上げた状態、大きな花束を掲げたような形で下から上に力線を作ります。だから滑るように動き出せるんですね。で、その時にも滑り出し、こうなんです。ねえ、こちらはこうなんだけどね。はい。柔道なんかは相手が踏ん張ってるから、一回投げるためには上に浮いてもらいたいんですよ。重心を浮かしたい。で、そのために崩すんだけど、その崩しの時に、さっきの外旋のナンバーを使うんですね。これ、相手がスッと浮いたところを回転力で投げていくわけですけれども、それをする初動も、やはりこの外旋のナンバーを使って、相手を浮かせるというような使い方をしています。実際のスポーツだと、そういった場面で使われているっていうのが、まあ、ナンバーということになりますね。で、あとは体と神経回路に正しいナンバーを刷り込めるか。これが一つ、パフォーマンス向上の鍵になると考えられるんですね。さあ、じゃあ実際ですね、早くんに、ナンバーを体験していただきましょう。こちらが車輪だと思って、そうそう、この車輪を両手で回してる、車輪を回す、回す。加速どうだい？いや、もう全然違います。だいぶ変わります。これ今度は急な方向転換でやってみたいんだよね。じゃあちょっと回してみる。後ろに、あ、そうそう、車輪止まって、そういうこと、そういうこと。今のすごいですね。今のいいよね。相手がこうやって来てたら、そこからそういう相手の方に圧がかかっていて、で、普通に行こうとすると一旦こっちに圧が逃げちゃう、うん、だからそうすると相手も感じるじゃん。だけど左に圧があったまんまで、せーのでポンっていくと、追いつけないよ、ね。こっちにいるもんだと思う。最初に行ったらいきなりいなくなる。そうです。動き出しが見えると、さすがにすぐ立ってたりする。動き出しが見えないように見えないように。なんかスピードに乗りやすいっていうのが、一番あるかな。一瞬というか、あ、気づいたら向いてるぐらいの感じ。はい、お疲れ様でした。どうです。どうだったナンバー？いや、もう全然違いますね。多分初めての動き方だと思うんだよね。あの、手から体がつながるっていうところのドリルっていうのも、まあ、なかなか初めて。ないです。ないか。普段の練習の中で、ああいう感覚を教えてもらうようなドリルとかっていうのは。いや、なかったですね。あ、そっかそっか。本当、新感覚。シンプルに、なんだろう。スピードの出方が違うっていうか、うん、なんかバッてこうなんか瞬発的な速さが出るっていうか、うん、AA を使うことによって、それは全然違う。
っぱりあの一番しっくりきたのはこの内線のパターンの力と加速のナンバーの方がしっくりきたんですね。お願いします。あとあの坂道に下る時のあの外線のナンバーってのはどうですか？あれやともうなんか下るのがシンプルに楽というか軽くなったっていうか力をあんま使わずにというか、やっぱりそういう感じはあるよね。そうなんだよね。あの下る時ってどうしてもあのまあ下り坂だからねこう楽な感触もあるんだけど下からの突き上げっていうのもやっぱ強いじゃない。あれ使うとなんか下からの突き上げ一気にスルーとなくなるんですよね、はい、あれ面白いよね、はい。まあ、そんなところですね、あの動きのコツと言いますかね、いかに体を骨格を上手に使うとか筋膜を、ね、上手に使うってところでナンバーがあると思うんですよね。だからそういうのを切り口としてアスリートには持ってていただきたいなと思いました。あ、これからもあのちょこっとねあの頭の片隅にというか普段の練習のこんなアクセントでいいからその手の返しと骨盤の連動っていうのを意識したね、はい、動き作りっていうのをやっていただけたらもっともっとねあのいいパフォーマンスがあると思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.